リチャード・モントゴメリーの署名リチャード・モントゴメリーはアイルランド生まれの軍人でイギリス陸軍に仕えた。アメリカ独立戦争の際に大陸軍の巡将となり1775年に失敗に終わったカナダ侵攻作戦を率いたことで知られている。モントゴメリーはアイルランドに生まれ育った。1754年ダブリンのトリニティ・カレッジに入学し、その2年後には イギリス軍に入隊してフレンチ・インディアン戦争に参戦した。北アメリカで続いてカリブ海で勤務し順調に階級を上げた。フレンチ・インディアン戦争が終わった後のポンティアック戦争ではデトロイトトリレに駐屯し、その後健康上の理由でイギリスに帰国した。1773年、モントゴメリーはアメリカに戻り、 ジャネット・リビングストンと結婚して農場経営を始めた。アメリカ独立戦争が始まるとアメリカ独立支持側につき1775年5月にはニューヨーク植民地会議の大議員に選出された。1775年6月大陸軍の順将に任官された。フィリップ・スカイラー将軍の病気が重くなってカナダ侵攻を引き入られなくなった時にモントゴメリーが その指揮を引き継いだ。同年11月には、セント・ジョンズ・トリデとモントリオール市を占領し、その後ケベック市まで進軍して、ベネディクト・アーノルド率いる別動隊と合流した。12月31日、ケベック市への攻撃を指揮したが、戦闘中に戦死した。イギリス軍がその意外を見つけて、軍装の礼に付した。意外は1818 18年に、 ニューヨーク市に移送された。モントゴメリーは、アイルランドのダブリンケンソーズで、元イギリス軍士官で、アイルランド議会大議員であったトマス・モントゴメリーと、メアリー・フランクリン・モントゴメリー夫妻の息子として、生まれた。兄には、アレクサンダー・モントゴメリー大佐、いとこには、アレクサンダー・モントゴメリー大佐がおり、どちらも、ドニゴール県の代表として大議員を務めた。別のいとこでやはり、 アレクサンダー・モントゴメリー将軍は、モナハン県の代表として大議員を務めた。モントゴメリーは、子供時代の大半を、ドニゴールで過ごし、狩猟、乗馬、射撃及びフェンシングを習った。父のトマスがモントゴメリーに、十分な教育を受けるように仕向けたので、フランス語、ラテン語及び修辞学を学び、ベルファスト郊外の学校に通った。北、アメリカで、 フレンチ・インディアン戦争が始まった1754年に、モントゴメリーは、ダブリンのトリニティ・カレッジに入学した。モントゴメリーは知識を大いに愛したが、学位は受けなかった。父や兄のアレクサンダーから促されて、1756年9月21日に、イギリス陸軍に入隊した。父が、少尉の任官を買い与え、第17不評連隊勤務となった。 ジェフリー・ヤマースト将軍、ルイ・ブール要塞包囲戦後に、モント・ゴメリーを注意に昇進させた1757年2月3日、第17不評連隊は、そのゴールはェイ守備隊任務から、海外派遣の準備をするよう命じられた。5月5日にモント・ゴメリーと、第17不評連隊は航空を出港して、ノバスコシアのハリファックスに向かい、7月に到着した。イギリス軍は、 ルイブール攻略の作戦を立てたが、その実行は延期され、陶器宿泳のために、ニューヨーク植民地に向かった。1758年、第17不評連隊は、ハリファックスに戻され、再度ルイブールの攻略を目指した。イギリス軍の指揮官、ジェフリー・アマーストとジェームズ・アバークロンビーは、ハリファックスの北。 ケープ・ブレトン島の大西洋岸に位置するルイブールに駐屯するフランス軍を攻撃する作戦を立てた。フランス軍守備隊はわずか800名であり、イギリス軍は13,142名の勢力に23隻の戦列艦と13隻のフリベート艦の支援があった。1758年6月8日、トリベの攻撃が始まった。モントゴメリーは、 激しい砲火のもとを海浜に上陸し、その部隊に銃剣を固定して、前進を命じた。外に出ていたフランス兵は、砦の方向に交代した。モントゴメリーの部隊と他のイギリス部隊は、砦の大砲の射程範囲のすぐ外側まで、フランス兵を追った。この時点で、イギリス軍は、砦の包囲戦に移った。悪天候が続き、 包囲戦のために必要な大砲など軍需物資の到着までに数週間を要した。モントゴメリーは兵士たちに残壕を掘らせ、強壁を作らせて、フランス軍からの攻撃の可能性に備えて警戒するように命令もした。7月9日、フランス軍が砦からの脱出を試みたが失敗した。7月26日、一連の戦闘で、 フランス海軍の艦隊の大半が破壊されることになり、トリデのフランス軍は降伏した。アマースト将軍は包囲戦の間のモント・ゴメリーの行動に感心し、注意に昇進させた。1758年7月8日、ジェームズ・アバークロンビーが、シャンプレーンこそいのカリヨントリデを攻撃したが、大きな損失を出して撃退された。8月、モント・ゴメリーと、 第17不評連隊は、ボストンに開港され、オールバニで、アバークロンビーの部隊と合流し、その後ジョージ湖に進軍した。11月9日、アバークロンビーが解任され、アマーストが総司令官に就任した。イギリス軍上層部は1759年の、作戦のために、カナダへの3方面からの攻撃作戦を立案した。第17不評連隊を含む部隊は、 カリオン砦を攻撃し、クラウンポイントに近いセントフレデリック砦も攻略することとされた。アマースト将軍の指揮下で、モントゴメリーと第17不評連隊はカリオン砦攻略戦に参戦した。この戦闘の前に軍隊が集結している間に、モントゴメリーの中隊は警備任務に就いた。モントゴメリーは兵士たちに、フランス兵やインディアンの吸収隊に備えるよう、 命令した。5月9日、第17不評連隊の12名の兵士が攻撃された時に、モントゴメリーの器具が正しかったことが証明された。モントゴメリーと第17不評連隊は当初固い抵抗にあった。モントゴメリーは兵士たちに、同志討ちを避けさせるために夜には銃撃しないよう命令した。7月21日、全軍が取の攻略を開始した。 26日までに、砦の外壁に取り着いたが、フランス軍はその勢力の大半をセントフレデリック、砦に移していた。昼の間に砲撃戦が交わされたその夜、フランス軍は、カリオン砦の火薬庫を爆発させ、さらに翌日には、セントフレデリック砦も、同様にし、シャンプレーン湖の北端まで交代した。1759年遅くに、 ロバート・モンクトン少将の指揮下に入った第17、不評連隊は、その不良もホーク川渓谷の守備任務で過ごした。1760年5月15日、モンクトンは、モントゴメリーを、連隊の副官に指名した。この地位は指揮官が、連隊における最も将来を嘱望される注意に、与えるものだった。8月、第17不評連隊は、 シャンプレーンコシダンに合流し、クラウンポイントを出発して、モントリオール市への3方向からの攻撃に参加した。第17不評連隊はイルオノアとシャンブリートリデを攻略した後、モントリオール郊外にいた他の2個シダンと合流した。フランスのカナダ総督、ボードレール公爵は、モントリオール市を守ることはできないと見て、戦わずして降伏した。 モントリオール市が陥落したことで、カナダのすべてが、イギリス軍の手に落ちた。1761年夏、モントゴメリーと第17不評連隊は、モントリオールからスタテン島まで外戦した。イギリス政府はカナダを征服した後、カリブ海で、フランス軍を破る作戦を立てた。1761年11月、 モントゴメリーと第17不評連隊はバルバドスに移動し、北、アメリカから来た他の部隊と合流した。1762年1月5日、部隊はバルバドスを出発して、フランス領のマルティニーク島に向かい、1月半ばには到着した。フランス軍は攻撃が迫っているという法に接しており、その防御工作を作り上げていた。 上陸拠点が素早く構築され主力の構成が1月24日に始められた。フランス軍の外郭防御が攻略され、残った部隊は首都のロワイヤルトリデに逃げ込んだ。イギリス軍はトリデへの攻撃準備を始めたが、フランス軍は状況が絶望的であることを察知して降伏した。2月12日、全島が降伏した。マルティニークトが陥落した後、 フランス領西インド諸島のグレナダ、セントルシア及びセントビンセント島が戦闘なしにイギリスの手に落ちた。1762年5月6日、マルティニーク島での功績に対する報奨として、ジョン・キャンベル中佐がモントゴメリーを大尉に昇進させ、第17不評連隊に所属する10個中隊の一つの指揮官職を与えた。1761年にスペインが、 フランスの同盟国として参戦した。イギリス軍上層部は、ハバナを占領すれば、スペイン本国と、その植民地帝国の通信線を破壊できると、考えた。1762年6月6日、イギリス軍の襲撃部隊が、ハバナ海岸から7マイル沖に到着した。モントゴメリーの中隊を含む、第17不評連隊は、 スペインがハバナを防衛するための重要拠点である、モロトリデを攻略するものとされていた。イギリス海軍の戦闘艦がトリデを砲撃し、スペイン軍の大砲の内に門を除いて沈黙させた。7月30日、モントゴメリーと第17不評連隊がトリデを吸収して占領した。8月下旬、モントゴメリーと第17不評連隊は、ニューヨークに送られ、 戦争の残り期間はそこに止まっていた。7年戦争は1763年2月10日に調印されたパリ条約で終結した。1763年4月、オタワ族インディアンの州長ポンティアックは、フランスが降伏したことに起こり、さらに彼らに及ぼしたイギリス軍の政策に不満を抱いて、インディアンの18部族を組織化し、反乱を起こした。これら部族は、 イギリス軍の砦で8カ所を占領し、他に2カ所を明け渡させた。1763年6月、アマースト将軍は、第17不評連隊に、オールバニに向かい、反乱鎮圧を支援するよう命令した。モントゴメリーの部隊を運ぶ船が、ハドソン川を遡ってオールバニに向かう途中、正界の有力者リビングストン家の拠点である。 クラーモント荘園の近くで船が座礁した。船を離礁させる間、リビングストン家は船に乗っていた士官たちを艦隊した。この時モントゴメリーは、ロバート・リビングストンの娘で20歳になるジャネットに、紹介された。この時二人の間に、何が起こったか正確にはわかっていないが、ジャネットは、連隊がニューヨークに戻るときに若いモントゴメリーが、 連帯と同道していないことには気づいていた。モントゴメリーはそれより以前にイングランドに戻ることを認められていた。第17不評連帯は最初にスタンウィックストリデの守備隊任務につき、モントゴメリーはそこに1764年まで止まっていた。1764年、モントゴメリーはカリブ海での従軍がその健康を犯していたので、 キャンベル大佐とトマス・ゲージ将軍にイングランドに戻してもらうことを願い出た。ゲージは帰国を認め、キャンベル大佐にできるだけ早くそうさせるよう指示した。キャンベルはカリブ海への遠征で部下の士官が激減していたので、次の遠征後にのみ帰国することを認めた。1764年、イギリス軍はインディアンの宝庇に対して2つの遠征隊を組織した。 モントゴメリーと第17不評連隊は、ジョン・ブラッド・ストリートが指揮する遠征隊の一つにつけられ、7月にナイアガラトリデに行って1ヶ月間そこで駐屯した。一方、ウィリアム・ジョンソン教が五大湖周辺でインディアンとの大きな会合を組織し実行した。この会合には2000名以上のインディアンが集まり、 ブラッドストリートの部隊は噂されるインディアンの攻撃に対する抑止力としてそこに泊まった。その後以前に九州の対象にされていたデトロイトトリデに向かって行軍し8月に到着した。モントゴメリーは数週間トリデに泊まりその防御度を上げる作業を手伝いまたいかにインディアンと接触すべきかについて理解を増した。9月にブラッドストリートが デトロイトトリデを離れて、サンダスキーに向かい、小人遺族とデトロイト族と会見した。第17不評連隊は、デトロイトトリデとミチリマキナックトリデに守備隊として、中屯する一方で、その帰国が認められていたモントゴメリーは、ブラッドストリートに同行した。10月3日、モントゴメリーは、他の数人の士官と共に、同イだ族の州長トマス・キングと会見した。キングは、 イリノイで作戦に当たっているブラッドストリートの文献隊と同行していた。キングはイリノイではインディアンが大変敵対的であると報告し彼らに対する軍事行動を取らないよう推薦した。2日後、ブラッドストリートとイロコイ族の指導者たちとの大きな会合でブラッドストリートはイギリス軍が小児族やデラウェア族を攻撃するつもりがないことを説明した。 その後にブラッドストリートは、モントゴメリーを解放したので、まず、ジョンソン教の邸宅がある、ジョンソンホールに、続いて、ニューヨークに向かい、そこで、ブラッドストリートからの伝言を、ゲージに渡した後で、イングランドに向かった。エドマンド・バーク、イギリスの哲学者で、モントゴメリーの同輩の一人イギリスでモントゴメリーは、健康を回復させた。 アメリカ植民地の政治的自由度に関する要求を害して支持していた、イギリスの議会におけるホイッグ党議員と信仰を持った。モントゴメリーは、ホイッグ党の著名議員の中でも、アイザック・バーレ、エドマンド・バーク及びチャールズ・ジェームズ・フォックス等と友人になった。イギリスにいる間はこれら3人との政治談議で、その時間の多くを費やした。モントゴメリーは、 イギリス政府の政策に疑問を持つようになった。1768年、第17不評連隊がイングランドに戻ると、モントゴメリーは徴兵活動を始めた。それをやる前に、モントゴメリーの中隊は17名がいるに過ぎなかった。モントゴメリー自身も従軍したが、その財政状態が思わしくなく、従軍できなくなった。1771年に、 モントゴメリーの昇進が見送られた。これはその政治的思考のためだったと考えられる。モントゴメリーは、その人間を約1500ポンドで売却し、1772年に軍隊を離れた。その後科学機器、測量機器及び製図機を購入し、その年7月にアメリカに旅立った。モントゴメリーは結婚しないことや二度と武器を取らないことを決めており、 農業経営者になることにした。モントゴメリーは、ニューヨーク市の北13マイルにある、キングスブリッジで農園を購入した。周辺との調整をしている時に、ジャネット・リビングストンとの進行を新しくした。ジャネットは後に、礼儀正しさのゆえに、私を訪問させたと回想していた。モントゴメリーはジャネットに、父から許可を得た後、 1773年7月24日に、ジャネットと結婚した。モントゴメリーは結婚後に農園を賃貸しに変え、妻の小さな住まい、グラスミアがあるラインベックに移転した。そこでは、周辺の土地を購入し、囲いを建て、畑を耕し、製粉所を建設し、より大きな家を建てるための基礎を置いた。 私の人生でこんなに幸福な時はなかったと語ったが、その後に、これが続くことはない。それは、長続きしないと付け加えた。結婚してから3ヶ月後、ジャネットは、モントゴメリーがその兄と決闘して殺される夢を見たと告げた。モントゴメリーは、私はいつも、この幸福が長続きしない。できる限り生活を楽しんで、 残りは神に委ねようと言っていたよと答えた。モントゴメリーはこの時、アメリカ独立派であるリビングストン家との絆ができていたので、イギリス政府に対抗するようになり、イギリス人ではなく、アメリカ人だと思うようになっていた。イギリス政府は、抑圧的であり、先制性の国のように振る舞うと考えるようになっていた。1775年5月16日、モントゴメリーは、 ニューヨーク植民地会議で、ラッチェス軍の大議員10人の1人に選ばれた。モントゴメリーは、ニューヨークでの在住期間が2年に過ぎなく、政治的な関与を求めていなかったが、地域では著名であり尊敬されていたので、会議に出席する義務を感じた。ニューヨーク市に行くことを躊躇したが、それでもラインベックから80マイル南のニューヨークに行った。 最初の会期は5月22日に始まった。5月26日、モントゴメリーを含む97人の大議員がその権限を正当化する決議案に署名した。モントゴメリーの見解は、恩恵なパトリオットのそれだった。アメリカの政府は間違っていると考えたが、栄誉ある和解の可能性を期待した。会議の中で、イギリス国王に忠誠である派閥が次第に、 その影響力を失い、定期的に会合に参加しない者も,も現れた。モントゴメリーは、ニューヨークに、軍事的防衛拠点を置くことを決める、幼稚選定委員会の委員に選出された。また、植民地民兵隊を組織しその物資を確保する、ことにも関わった。1775年6月15日、新しく結成された、大陸軍の総指揮官に、 ジョージ・ワシントンが指名された後、第二次大陸会議は、ニューヨーク植民地政府に、大陸軍に従軍する二人の者のを選出するよう、求めた。一人は少々に、もう一人は順将に指名されるものとされた。議会は、フィリップ・スカイラーを少々として重視した。モントゴメリーは、この件に関して、スカイラーは、 そのような役割につくには十分な戦闘経験を持っていないと考えたので心配を表明した。モントゴメリーはフィルスカイラーは私を納得させようとした。植民地における彼の重要性は重要な信任に値させている。しかし彼は強い神経を持っているだろうか誰が指名されるにしろその点を十分に確認できればと思うと記していた。 モントゴメリーは自分が順序の候補として検討されていることは知っていたが、公には指名される願望を表明しなかった。それでも6月22日、スカイラーが少々にモントゴメリーが順序に指名された。モントゴメリーは同じ順勝になったものの中では第2位に位置づけられた。この指名に対する見解の中でモントゴメリーは、 大陸会議は私を順序に選ぶ栄誉を与えてくれたが、私が自分のために描いていた静かな人生にしばらくの間、おそらく永久に終わりを告げる出来事である。全く予想もせず望んでもいなかったことだが、抑圧された人々の意志は自由と霊俗の間の選択を迫られており、従うしかない。と語っていた。大陸軍による。 カナダ侵攻経路6月25日、ジョージ・ワシントンがボストンに向かう途中でニューヨーク市を通過した。ワシントンはモントゴメリーをスカイラーの副指揮官に指定した。その数日後、スカイラーは大陸会議からカナダ侵攻の命令を受け取った。その考え方は、軍隊がケベック植民地に侵攻し、 ハドソン川と北部の湖で補給を行うというものだった。すぐにタイコンデロガトリデに軍隊が集められ、スカイラーがその指揮を取るために7月4日に出発した。モントゴメリーはそれから数週間はオールバニに泊まり、進攻のための最後の手配を行った。モントゴメリーの妻が北のサラトガまでついてきたので、貴女はモントゴメリーを決して恥じることはないと告げた。 7月と8月初旬を通じて、モントゴメリーとスカイラーは、どの軍隊の組織化を続け、進行に必要な兵士と物資を整えた。その組織化の間に、ワシントンは進行の拡大を決断し、ベネディクト・アーノルドに、メインからケベックを進行する、別動隊の指揮を命じた。その部隊は、ケベック市郊外で、スカイラーの軍隊と合流し、共同して、 ケベック市の攻撃に当たるものとされた。8月、スカイラーは、その進攻の間色恋連邦を中立に置いておくために、その代表との会合に出発し、タイコンデロガトリデにいる軍隊の指揮をモントゴメリーに任せた。スカイラーの留守中にモントゴメリーは、イギリス軍がシャンプレーン湖で砲艦を建造しているという情報を受け取った。それが完成すれば、 イギリス軍が湖に向かうことができるようになるものだった。モントゴメリーはスカイラーからの許可を求めることなく、スクーナー船、USS リバティとスループ船、USS エンタープライズで1200名の兵士と共に北に移動した。モントゴメリーはスカイラーに手紙を書いて状況を説明した。スカイラーは8月30日に大ンデロガトリデに戻り、さらに800名を モントゴメリーの補強に送る命令を出し、病気にかかっていたにもかかわらず、モントゴメリー隊との合流を目指して進発した。スカイラーは9月4日にアイルラモットで、モントゴメリー隊に追いつき、揮を再開してリッシュリュー川のコジマイルオノアまで進軍を続けるよう命令した。スカイラーは、その健康が思わしくなかったが、宣言書を起草し、その中でカナダ人を、 友と国の民と呼びかけ、カナダから、イギリス軍を追い出すために援助を求めた。9月6日、モントゴメリーは、モントリオール市を守るためのイギリス軍の重要、地点セントジョンズトリデー偵察隊を率いていった。モントゴメリーは、湿地と深い林の地帯を抜けて、トリデに向かう、主力部隊を率いた。マシューミード大尉が率いていた、側面隊が、 イギリス軍と同盟するインディアン100名の待ち伏せにあった。この部隊はその陣地を守り、待ち伏せしたインディアンを、り出の方向に追い返した。モントゴメリーは、イギリス軍が予測したよりも大勢であることを恐れ、その日の残り時間は作戦を中断し、イギリス軍の砲弾が及ぶ、範囲外まで部隊を交代させた。スカイラーは鳥をそう簡単には攻略できないと、考え、 モントゴメリー隊を呼び戻して、イルオノアの防御を固めさせた。スカイラーの病状が悪化したので、軍隊の日々の機能については、モントゴメリーが指揮を取った。9月10日、モントゴメリーが率いる前より、大きな1700名の部隊が、砦の方向に移動した。鳥の周りの湿地帯では、大変暗かったので、大陸軍の2つの部隊が鉢合わせし、互いに相手が、 イギリス軍だと勘違いして、共に逃げ出した。モントゴメリーが彼らに駆け寄って停止させ、逃亡を終わらせた。その部隊が砦に近づくに従い、イギリス軍の武道団にさらされるようになった。大陸軍の一部隊が、イギリス軍の強壁を攻撃し、二人の被害を出させた、後で交代した。翌朝、モントゴメリーは、作戦会議を開き、 砦に再攻撃をかけることで合意した。しかし、イギリスの艦船が川を遡ってきているという噂が広がり、ニューイングランドの兵士の半分は驚いて逃げ出した。モントゴメリーはその部隊では砦をダッシュできないと考え、イルオノアまで撤退した。モントゴメリーは、ニューイングランドの兵士が逃げたことに激怒し、スカイラーに軍法会議を開くよう要求した。一方、 スカイラーの病状は改善されていなかった。スカイラーは9月16日に、養生のために、タイコンデロガトリデに向けて出発し、作戦の全指揮権をモントゴメリーに委ねた。モントゴメリーは、セントジョンズトリデの外で援軍を受け続けた。彼は指揮官たちにその地位に適していないと考える、者は去ることを認めた。私は、頼ることのできる。 戦士以外誰も残って欲しくはないと告げた。9月16日、モントゴメリーは、イギリスの砦に対する、新たな遠征隊を組織した。総勢は1400名となった。スクーナー船一隻、スループ船一隻及び、平底船十隻に350名の兵士を乗せた、海軍部隊を作り、イギリスの艦船ロイヤルサベージの、いかなる動きにも対応するように派遣した。 モントゴメリーは、残りの部隊を率いて川を登り、9月17日に、セントジョンズの近くで上陸した。イギリス軍の守備隊は、チャールズ・プレストン少佐の指揮する725名であり、プレストンは3年前のイギリス軍では、モントゴメリーの上級士官だった。モントゴメリーとその部隊は、最初の夜を上陸点で過ごしたが、イギリス軍の大砲からいくらかの砲撃があった。 翌朝、ティモシー・ベデル少佐に、砦の北の陣地を占領するよう命じたが、その兵士たちが恐れているように見えたとき、自らがその任務を指揮することを選んだ。モントゴメリーが部隊を率いていくと、彼らは、イギリス軍と他の大陸軍部隊との間での戦闘に、出くわした。モントゴメリーがその小競り合いの指揮をとり、イギリス軍を砦の中に交代させた。モントゴメリーは、 ベデルに部隊をつけて、砦の北約1マイルで残壕を掘らせた。続いて、他の部隊を砦の周りにつけて包囲戦を始めた。セント・ジョンズ砦・砦プレストンのイギリス軍は、大陸軍よりも多くの大砲と弾薬を持っており、最初の数週間は10対1の火力差があった。モントゴメリーは包囲用工作物の改良に、その部隊を集中させた。 砦からの簡単ない砲撃の下で数日のうちに二つの砲台を作り上げた。9月22日、強壁を刺殺している時に、砦からの砲弾が彼の上を通り過ぎ、そのスカートを剥ぎ取り、強壁から彼を吹き飛ばしたが、自分の足で着地できたので危うく戦死を免れた。これを見ていた兵士は、彼を傷つけも怖がらせもしなかったように見えたと言った。 大陸軍は大根デロガから物資の供給を受け続け、9月21日とさらに10月5日に大砲が到着した。しかしそれらの大砲はあまりに遠くに据えられたので、砦に対した被害を与えられなかった。モントゴメリーは新しい大砲が到着したことで、砦東側からの砲撃をさらに近い北側からの砲撃に集中させる作戦を立てた。 しかし、危険性も増すために、多くの兵士が脱走することを恐れた部下の士官たちは、幾度音にこの作戦に反対した。モントゴメリーは、新しい砲台を作って、ロイヤルサベージを脅かすことのできる場所への建設を、命じた。10月14日、その砲台が完成し、イギリス軍の艦船を沈めるために使われた。10月半ば、 シャンブリー近くに住むアメリカ人国外居住者のジェームズ・リビングストンがモントゴメリーに約10マイル下流のシャンブリートリデであればセント・ジョンズ・トリデより弱いので攻撃が成功すると提案した。モントゴメリーはこの考えを承認し350名にシャンブリーへ向かうよう命じた。10月16日夜、大陸軍の2門の大砲がセント・ジョンズ・トリデの下を過ぎて シャンブリーへ移動した。翌朝、これらの大砲がシャンブリーへの訪問を開いた。砲撃が2日間続き、砦の壁には穴が開き、煙突が倒された。イギリス軍の指揮官が降伏し、ロットンの火薬と83名の兵士が捕獲された。モントゴメリーはこの砦を守っていた第7ロイヤルフュージリア連隊の連隊機をスカイラーに送った。この戦争で、 初めて捕獲されたイギリス連隊の連隊機だった。ワシントンはモントゴメリーにお祝いの手紙を送り、次の手紙はモントリオールから送られることを期待していると付け加えた。シャンブリートリデの占領はモントゴメリー軍の兵士の士気を高めたので、セントジョンズトリデの北に砲台を建設するという作戦を実行に移すことにした。この時は反対もなかった。 大陸軍が砲台を建設している間、イギリス軍は、その作業者に激しい砲撃を加えたが、ほとんど被害は出なかった。モントリオールで、イギリス軍を指揮していた外カールトン将軍は、セントジョンズトリでの状況が、絶望的だということを認識した。10月末にカールトン自ら救援隊を率いて出たが、大陸軍はその部隊が、 モントリオールの南でセントローレンス川を渡るのを阻止した。11月1日、砦の北に建設していた砲台が完成した。大陸軍が砦への砲撃を開始し、その日の残り時間を通じて砲撃が続いた。イギリス軍の大砲も反撃したが効果はほとんどなかった。大陸軍の砲撃もほとんど被害を与えられなかったが、鳥の中の構造物には、 大きな損傷を与えた。包囲されている守備隊の士気は、砲撃が負担になり、食料が減っていくにつれて落ちていった。モントゴメリーは、日没時に砲撃停止を命令し、シャンブリーで捕らえた捕虜に守備隊の降伏を求める手紙を持たせて、砦に送り込んだ。その夜カールトンからプレストンに送られた伝令が捕らえられた。 カールトンはその手紙で砦を失守するようプレストンに命じていた。11月2日、イギリス軍守備隊は軍人の栄誉を持って降伏することに同意した。11月3日に彼らは砦から更新して出てきて植民地に送られ収監された。イギリス軍の戦士は22名、負傷は23名であり、大陸軍は包囲戦を通じてわずかに5名が戦士。 6名が負傷しただけだった。ガイカールトン将軍、ケベック市で、モントゴメリー軍と対抗した続いてモントゴメリーは、軍隊をモントリオールに向けた。出発後、地面には雪、水と氷があり、数日間冬の嵐があったので、行軍は困難だった。モントリオールから、ケベック市に、イギリス軍が逃亡するのを阻止するために、ソレルに文献隊を派遣し、 そこで短時間イギリス軍の部隊と衝突した。イギリス軍は即座にセントローレンス側に浮かぶ艦船に撤退した。モントゴメリーとその主力部隊がモントリオール市郊外に達した時、死が降伏するか、さもなくば砲撃するという内容の伝言を送らせた。死の降伏条件に関する協議を行っている間に、カールトンは小さな戦団で、 セントローレンス川を下って逃げ出した。モントリオール市は11月13日に降伏し、モントゴメリー軍は一発の銃弾がも放たずに、市内に入場した。11月19日、イギリスの戦団が捕まったが、カールトンは過労死て逮捕を免れ、ケベック市への逃避行を続けた。モントゴメリーが捕虜になったイギリス兵に対して親切な待遇を行ったので、 幾人かの士官がそれについて心配を表明した。モントゴメリーはこのことを自分の権限に対する挑戦だとみなし、軍隊に規律がかけていたこともあって辞任を表明して脅しをかけた。ワシントンはその手紙の中でやはり軍隊の規律に問題があることを表明し、モントゴメリーに指揮を続けるよう説得していた。11月28日。 モントゴメリーと300名の兵士が捕獲した船舶の幾隻下に乗船し、ケベック市への航海を始めた。12月2日、モントゴメリーは、ケベック市から18マイル上流のポワンとト,トランブルで、ベネディクト・アーノルドの部隊と合流した。モントゴメリーが到着した時に、アーノルドは、自分の部隊の指揮権をモントゴメリーに渡した。アーノルド隊は、メインの荒野を抜けて、 ケベック市までの道中で、寒南シンクしてたどり着いており、衣類腐冬の備えが必要だったので、12月3日に捕獲したイギリスの船舶から取り上げた物資を渡した。翌日、その軍隊はケベック市の方向に移動した。到着した時、モントゴメリーは市の方囲を命令した。12月7日、モントゴメリーはカールトンに最後通帳を送り、 死の降伏を要求した。カールトンはその書状を燃やした。その数日後、モントゴメリーは、市内の特に商人に、自分たちは市民を解放するために来たということを、訴える手紙を送った。しかしカールトンはその作戦を見破り即座に伝令を、逮捕させた。モントゴメリーはその意思が、市民に届くことを望み、弓矢を使って、死の壁に、 その宣言を届けさせた。ケベックの戦いにおける、モントゴメリー将軍の戦士、ジョン・トランブルがモントゴメリーは知らなかったことだが、彼は、セント・ジョンズ・トリデとモントリオールでの勝利によって12月9日に、少々に昇進していた。モントゴメリーが、カールトンに降伏を決断させられなかった後、死の壁の外、数百ヤードの位置に、数門の迫撃砲を据えさせた。 死への砲撃は12月9日に始まったが、数日後には死の壁、守備隊及び市民に対してそれほど重大な影響を与えていないことが分かった。モントゴメリーはこれを理解すると死の壁にさらに近い場所アブラハム平原に別の砲台を据えることを命令した。ただしその場所は死からの砲撃に対してほとんど遮るものがないところだった。 12月15日、新しい砲台の準備が整い、モントゴメリーは一体の者のに、急戦の旗を持たせ、死の降伏を求めさせたが、この動きもトロだった。その後に、死への砲撃を再開させたが、その効果はほとんど改善されなかった。新しい砲台は、イギリス軍からのより効果的な砲撃を浴びた。モントゴメリーはその砲台の撤収を命じた。 死への砲撃の効果がないことが分かったので、モントゴメリーは襲撃の作戦を立て始めた。川岸に近い死の一角である、ロワー,ータウン地区に、モントゴメリーの部隊が攻撃をかけ、一方、アーノルドの率いる部隊が、死の壁の中でも岩の突起部にあって最も高く、強固な場所である、ケープダイヤモンド両方を攻撃してダッシュすることとされた。 モントゴメリーは、イギリス軍に自軍を見られないよう、嵐の夜に攻撃をかけるべきだと考えた。12月27日、天候は嵐になり、兵士隊に攻撃の準備をするよう命令したが、嵐が間もなく弱くなったので攻撃の中止を伝えた。嵐を待つ間に、作戦の変更を強いられた。それは、大陸軍からの脱走者が、防衛側に、 当初の作戦を伝えていたからだった。新しい作戦では、モントゴメリーの部隊が、南から、ロワー,ータウンに攻撃をかけ、アーノルド隊が、北から、ロワー,ータウンを攻撃するというものだった。死の壁を破った後は、モントゴメリー隊とアーノルド隊が、市中で落ち合い、続いて、アッパータウンを攻撃して、抵抗勢力を崩壊させるというものだった。吸収の可能性を高めるために、 二つの、陽動行動も企画した。ジェームズ・リビングストンの指揮する、第一カナダ連隊の一隊が、死の門の一つに火を放ち、別に、ジェイコブ・ブラウンの指揮する部隊が、ケープダイヤモンド両方の守備隊と戦って、攻撃開始の信号として、ロケット弾を上げるというものだった。陽動行動を行っている間に大砲が市内に、打ち込まれることとされた。モントゴメリーは、 この攻撃を躊躇していたが、アーノルド隊の兵士の徴兵期限が1月1日で切れることもあり、その貢献を失う方が心配だった。12月30日夜に暴風雪が始まった。モントゴメリーが攻撃開始の命令を出し、大陸軍は所定の位置に動き始めた。午前4時、モントゴメリーはロケットの炎を見て、死の周りにいた兵士たちを、 ロワー,ータウンの方向に移動させ始めた。このロケット弾は攻撃開始の合図だったが、イギリス軍にも攻撃が迫っていることを警告し、守備隊がその持ち場に殺到することになった。モントゴメリーは自らロワー,ータウンへの行軍を先導し、死の壁の外にある険しく滑りやすい崖を下った。午前6時、モントゴメリー隊は、 ロワー,ータウンの外れにある柵に達し、それを切断する必要があった。二つ目の柵を切断した後、その開口部からモントゴメリーは先導隊を率いて、入った。通りを下ったところに二階建ての商用祭があるのを、認めたモントゴメリーはその方向に部隊を誘導し、剣を抜き、さあ、私の良き兵士たち、あなたたちの将軍が続いてくることを求めていると、叫んで、 兵士隊を鼓舞した。大陸軍が約50ヤードに近づいた時、商用祭のイギリス軍大砲、マスケット銃及び武道弾による銃砲撃を開始した。モントゴメリーは武道弾を頭と両もに受けて戦死した。このイギリス軍からの一斉射撃では、ジョン・マクファーソン隊とジェイコブ・チーズマン隊も戦死した。 モントゴメリーの戦死によって、その攻撃部隊は散り散りになった。ドナルド・キャンベル大佐は生き残り、いくらかは強行に囚われた撤退を命令した。モントゴメリー隊の支援がなく、アーノルド隊は、当初の成功はあったものの、最後はついえた。アーノルドは足を負傷し、ダニエル・モーガンを含め、多くの兵士が、捕虜になった。年1月1日、 イギリス軍は死体の回収を始めて、間もなくアメリカ植民地軍の意界の低い士官の遺体を見つけた。これをカールトン将軍のもとに運ぶと、大陸軍病の捕虜がその遺体は、リチャード・モントゴメリーのものであることを確認した。モントゴメリーの戦死が宣言されると、ベネディクト・アーノルドが大陸軍の指揮を引き継いだ。モントゴメリーは、 両軍から尊敬を集めたものだったので、カールトンは尊厳をもって埋葬させることを命じたが、過敏なことは避けさせた。1月4日の日没時、モントゴメリーの遺骸が埋葬された。その葬儀の時、大陸軍の捕虜たちは、モントゴメリーを、英雄的な勇気と、行動の上品さで、全軍の信頼を集めた、愛された将軍であることを認めた。 スカイラーもワシントンもモントゴメリー選手の知らせを聞いて落胆した。スカイラーはモントゴメリーなくしてはカナダにおける勝利が不可能だったと思った。大陸会議とワシントンに当てて私の愛すべき友人、勇敢なモントゴメリーはもはやいない。勇敢なアーノルドは負傷し、ケベック攻撃に失敗して大きな痛手をこむった。 不幸がここで終わるよう神に祈るばかりだと書き送った。ワシントンはスカイラーに当てて、この紳士の死にあたり、アメリカは大きな損失を受けた。彼はアメリカの権利に対してしっかりとした友人であることを自ら認め、最も基本的な貢献を果たす能力を認めていたからである。と書いた。大陸会議はモントゴメリーの戦死にあたり、できるだけ。 その損失を静かに受け止めることで答えた。その知らせが、軍隊や市民の士気を下げさせることを恐れたからだった。1776年1月25日、大陸会議は、モントゴメリーを記念する記念碑の建立を承認した。国を挙げての記念行事が計画され2月19日に実行された。植民地全体でモントゴメリーは、英雄とみなされ。 パトリオットはその詩を戦争遂行のための促進材料として使おうとした。モントゴメリーの名前は文学作品の中で使われることが多い。中でもトマス・ペインが有名である。モントゴメリーの詩は,はイギリスでも傷まれた。ホイッグ島はその詩をイギリスのアメリカ植民地政策の破綻を示す材料に使おうとした。首相のフレデリック・ノースは モントゴメリーの軍事能力を認めたが、私は、モントゴメリーの死を、公の損失として悲しむ仲間には加われない。彼の美徳に呪いあれ。彼らはその国を破滅させた。彼は、勇敢だった、有能だった、人間性があった、寛大だった。しかし彼は勇敢で有能で、人道的で寛大な反逆者に過ぎないと語った。ロンドンの新聞は、 モントゴメリーに敬意を払った。イブニングポスト紙は3月12日の晩を、もの印として、黒枠で飾った。ニューヨーク市セントポールチャペルにあるモントゴメリーの墓、モントゴメリーの妻ジャネットは、モントゴメリーの死後53年間を生きた。ジャネットは常に、モントゴメリーのことを、私の将軍あるいは、私の軍人と呼び、その評判を守った。モントゴメリーの死後、 彼が戦前に仕事を始めていたラインベックに近い家に移転した。戦争の残り期間も政治に興味を持ち続け、常にロイヤリストを厳しく批判した。戦後、元大陸軍の将軍ホレーショゲーツが求婚したが断った。1789年、ジャネットはアイルランドにいるモントゴメリーの親戚を訪問する途中でニューヨークに立ち寄った。 ここで、就任先生を終えたばかりのワシントンの就任舞踏会に出席し、また、ワシントンとその家族を数回訪問した。その後間もなく、アイルランドに渡り、イギリスのアメリカ政策について、義手と不安になった後で、1790年にアメリカに戻った。1818 18年、ニューヨーク州知事スティーブン・バンレンセリアが、ケベック市からニューヨーク市へ、 モントゴメリーの遺骸を移す許可を得た。1818 18年6月、モントゴメリーの遺骸は、ニューヨーク市に向けて出発した。7月4日にオールバニに到着し、船でハドソン川を降り、ニューヨーク市に向かった。ジャネットは、家のポーチに出てきて、モントゴメリーの遺骸を運ぶ船が川を降り、視界から消えていくのを見送った。その遺骸が、 ニューヨーク市に到着すると、5000人の民衆が、壮烈のために集まった。7月8日、意外は1776年に完成されていた、マンハッタンのセント・ポール・チャペルにあるモント・ゴメリーの、記念碑の隣に埋葬された。ジャネットはこの儀式のことを喜び、私のかわいそうな軍人の灰に集められたほどの、高貴な栄誉を望むことができるでしょうかと記した。その数年後、 アンドリュー・ジャクソンが、エドワード・リビングストンに宛てた手紙で、貴女の年取った姉に、最高の敬意を表させてください。彼女にその住まいから100マイル以内にいたら、愛国的モントゴメリー将軍の尊敬すべき名残を、訪問し握手することで、最高の栄誉を与えられることでしょう。彼はこの国の人々の心に今も生きていると伝えて、くださいと記した。 この手紙が来てから3ヶ月後の1824年11月6日に、ジャネットは死んだ。フィラデルフィア美術館近くにあるモントゴメリーの、彫像ニューヨーク州ラインベックにあった、モントゴメリーの家は現在モントゴメリー通りから、リビングストン通り77に移されて、ジェネラルモントゴメリーハウスとして、歴史家屋博物館になっている。この建物は、ラインベックでは、 最古の構造物であり、アメリカ独立戦争の娘たちチャンセラー、リビングストンシブによる毎月の会合にも使われている。アメリカ海軍は多くのモントゴメリーと命名した艦船を所有してきた。中でも1776年に着工されたフリゲート艦はイギリス軍による捕獲を免れるために観光前に焼却された。フィラデルフィアのフィラデルフィア美術館に近く、 フェアマウント公園には、モントゴメリーの彫像がある。ニューヨーク州、バリータウンにある、モントゴメリープレース・シャンプレーンこそいに125門の大砲を用した大型石造り要塞の、モントゴメリートリでは、モントゴメリーにちなんで名付けられた。その建設は1844年に始まり、カナダとアメリカ合衆国の間の戦略的に重要な、フロンティアを守るために設計された。 現在では、廃墟だけが残っている。モントゴメリーはいくつかの場所にその名を留めている。彼にちなんで名付けられた軍としては、ノースカロライナ州、ミズーリ州、アーカンソー州、イリノイ州、インディアナ州、アイオワ州、カンザス州、ジョージア州、メリーランド州、オハイオ州、ペンシルベニア州、ニューヨーク州、バージニア州及び、ケンタッキー州のものがある。 都市や町としては、アラバマ州の州都で、州内、第二の都市モンゴメリー市、ミネソタ州の都市、バーモント州の町、ニュージャージー州のタウンシップ、及び、ニューヨーク州のビレッジがある。メリーランド州、モンゴメリー軍の軍庁所在地、ロックビルにあるリチャード・モンゴメリー高校は、モントゴメリーの名を冠している。ニューヨーク州、 バリータウンにある邸宅モントゴメリープレイスは1803年に建設され、モントゴメリーの未亡人によってその名が付けられた。モントゴメリー将軍は1775年にグラスミアから出発する前にその建設を計画しており、建設は当初1776年から始められる予定だった。ありがとうございます。